ジャスティスプレゼンツ、ザ・ムーブマン。25分間であなたの人生が変わるかも。ザ・ムーブマン、お相手の安部こと大谷康彦です。こんばんは。さて、子供の頃に夢中になったことが現在の活動につながっている男性が今回の主人公です。ということで、今宵のゲストは光市在住のマジシャン、ミスターマネーこと山根浩二さんです。さあ、クリスマス直前、今回はあなたをマーベラスな世界へお連れしましょうね。どうぞお楽しみに。聞くビジネステキスト、安部プレゼンツ、ザ・ムーブマン。この番組は100人100色のハッピーに応える家づくり、エルクホームズ。車を売るなら比べて絶対 C パーツ。楽しく役立つ情報誌、地域情報新聞ホップ。山口から世界へ、ニュースタイル、ニューバイク、電動バイクのツバメ言いたい。任せられる安心感、税務会計経営相続のアドバイザー、光会計。コピー複合機、LED 電光看板でビジネスをサポート、アーサーヒール版。以上の提供でお送りします。さて、CM の後はゲストにお話を聞くムーマンチャットです。およそ45キロ走行、電気代はおよそ25円。環境に優しく便利なバイク、ゆったりのんびりスマートに。ニュースタイル、ニューバイク、山口ツバメイータイム。今日からはスマートフォンで FM を聞きませんか。 au のスマホや iPhone をお使いの方におすすめなのはリスモウェーブ。 au スマートパス会員の方は無料でお使いいただけます。 au 以外の方にはどこでも FM、スマートフォンアプリのリスモウェーブ、どこでも FM で全国の FM ラジオをお楽しみください。安部プレゼンツ、ザ・ムーブマン。聞くビジネステキスト、安部プレゼンツ、ザ・ムーブマン。今宵のゲストは光市在住のマジシャン、ミスターマネーこと山根浩二さんです。こんばんは。こんばんは。つい先日ですよね、はい、あの赤坂印刷さんの、はい、まあ、社内イベントがありまして、はい、ゲストとして、はい、マネさん来ててね、はい、で僕が MC でということで、はい、久しぶりにお会いしたんですよね。本当久しぶりですね。5年ぶりぐらいになるかな、はい、5年ぶりですね。長門の大きなイベントで、はい、あなたがステージのパフォーマー、それが僕は MC だったということで、はい、でも考えたら、はい、光市在住ですし、はい、うちの近所なんですよね。そう、あの家は近所なんですね、はいはい、全然知らなくてびっくりしま歩いてどれぐらい、500メートルありますかね。ああ、まあそのぐらいだと思います。はい。縁って面白いですね。本当面白いです。本当に本当に。さあ、ミスターマネーご紹介させていただきます。周南市の生まれです。桜ヶ丘高校を卒業しまして陸上自衛隊に入隊。はい。何年ぐらいいたんですか。陸上自衛隊は4年間ですね。ああ、でもしっかりいたんですね。はい。で、退職後光市にあります軍営建設というところで、はい、現場主任として全国を飛び回ったと。はい。まあ、その飛び回りながらミスターマネーとしてマジックパフォーマンスを始めたということです。はい。今までコンテストでは第3回ムーブマジックコンテスト準優勝、それから宮城県マジックコンテスト準優勝、海外ではハワイ、台湾、韓国でもマジック活動も行われたということなんですが、はい、この宮城県っていうのはどういうコンテストだったんですか。宮城県はですね、まあ、これも仕事で行きまして、はい、もうこの頃になると仕事に行きながらマジック道具も引っ提げていくんですね。いつでもこうそちらの地域に混ざれるようにですね。二足のわらじですね、はい、ある意味ね、はい、それで、はい、夜の時間とか、はい、お休みの日もうこちらに戻ってこれないじゃないですか。なるほど。なので向こうのマジシャンを捕まえて交流会をするんですよ、はい、すごい楽しそう。その中でちょうどですね、宮城県マジックコンテストを開催するという話が浮上してきまして、ぜひぜひ。これ県外でもエントリーは普通にできたんだ。はい。あ、それで準優勝ですからすごいじゃないですか。はい、ありがとうございます。もう地元の人歯がゆい思いしてるでしょうね。そうですね。あんなが2位になっちゃった。はい。
まあ懐かしい楽しい思い出ですね。はい、分かりました。あの子供の頃は、はい、どんなまず子供だったんですか。子供の頃は、はい、すっごくおとなしい子供で、はい、あのやんちゃじゃなかったんですか。やんちゃじゃないです。人見知りもすごかったですね。将来はこんな仕事に就きたい、だって高校卒業で自衛隊じゃないですか、はい、体を動かすことは好きだったんですか。はい、高校の時ですね、桜ヶ丘でレスリング部に入ってまして、はい、そうか、ガタイいいですもんね、はい、身長何センチですか。身長174センチです。でもがっちりしてる感じですし、はい、オールバックですからかっこいいですよ。ありがとうございます。ちょっといい意味でマジシャンっぽくないですよね。ああ、ちょっとどちらかというと俳優っぽいですか、うん、いやいや、それ全く言ってませんでしたじゃあそういうことにしておきます、はい、ありがとうございます。クリスマスも近いんで、はい、僕からのプレゼントです、はい、さあ置いといて、はい、高校の時にレスリング部ですね、はい、それからそれから、まあこの体力を利用した職業といえばおのずと自衛隊かなと。でも考えたら退職後の建設現場で主任でしょ、はい、これも肉体労働だからつながってると考えてもいいのかな。はい、まあ体力勝負なんで、はい、次の職業を考えた時にやっぱり体を動かすのがまあ好きだったんですね、うんうんうん、なのでやっぱり建設業かなってふっと頭に浮かびますよね。面白い。でも高校卒業自衛隊建設業でマジシャン、はい、でまた後半でちょっとおしゃべりしますが、はい、さらに違うお仕事をね今考えて頑張ってらっしゃるということもあるんですが、はい、マジックとの出会いというのはどこですか。マジックの出会いはですね、まず一番初めて生まれて初めて見たマジックが、ま、僕のおじいさん祖父ですね。おじいちゃんが、はい、おじいちゃんが、はい、見せてくれたマジックなんですけども楽しいマジック。下手だったんですか、うまかったんですか。それはですね、うん、指ギロチンって言いまして、ちょっと怖いよ、はい、演技でもない。指を入れると、はい、ギロチンこうガンとこう上から下に下ろしてきて、うん、でも指が切れてないっていうマジックですねちょっと子供にはそう怖いというかショックな、はい、だからすごく印象に残ってるんですね。それでマジックにあり、はい、ある意味見せられたというかハマってハマっていきます。で自分でもやるようになって、はい、自分でもやり始めたのは中学生の時ですね。中学校ぐらいか。はい、例えば友達の前で見せたりするとすごいヒーローになりません。あ、それがですね、僕は中学校の時に転校してるんですね。なるほど。で転校していった時期が、うん、夏休みで、はい、周り誰も友達いないじゃないですか確かに、はい、たまたまテレビでやってたマジックを見て、それをちょっと夏休み中ずっと練習してまして、はいはいはい、でそれを転校先で、うん、まあ、一発目やったら受けまして。そりゃ受けるでしょう、ヒーローですよ。はい、ここからですね、うん、マジック、あ、これ受けるんだ、あ、これはもう将来仕事の一つとしても考えられるみたいな。あ、そこまでは考えてないですよ。まだその頃はまだ受けるっていう受けだけの話です。そうか、はい、さあさあそれでマジシャン活動についていよいよ伺いましょうね、はい、マジシャンネームのミスターマネー、はい、山根さんですから山根に引っかかってるのは分かるんですが、はい、マネーって聞くとどうしてもお金、あ、お金ですね、につながってる感じですが、はい、なんかどなたかつけてくださったそうですね、はい、実は僕を表舞台に引っ張り出してくれた恩師の先生いまして、はい、その方が名前を命名してくれました、うん、じゃあマネー、ミスターマネーね、それはどういうあれですかって聞いたら、意味は山根のマネーに決まってるじゃないってもうそれのみですね。それのみです。お金のマネーには全然関係ないです。はい、だからお金を中心としたマジックばかりやってるというわけでも何でもないわけですね。わかりました、わかりました。さあマジックでイベント、お祭り、結婚式、いろんな、まあ、施設なんかでもパフォーマンスを見せているということなんですが、はい、まあ、僕もね何回か見せていただいてるんで、とにかくお客さんと触れ合いながらやるマジックというのが一つ、はい、それととにかく底抜けに楽しい、皆さんが笑ったり、はい、みんながこうわーっと声が出るようなマジックっていうのを心がけてるということみたいですね、はい、なるほど。なんか見終わった後にふわふわした感じのパフォーマンスを心がけて、このふわふわした感じはどういうことですか。ふわふわっていうのはですね、まあなんでしょう、山口県の県民性ですかね、うん、まあほのぼのした感じが受ける、はい、これ都会に行く、大阪に行くと逆にふわふわした感じじゃなくて、きっちりこう白黒はっきりしたマジックやらないと受けない。やっぱり都会の方がちょっとドライなんですね。そうですね、山口県はですね、どちらかというと見終わった後にこうふわっという、うん、そこがふわふわした感じです。足がちょっと浮いた感じちょっと楽しかったなみたいな、そういう感じです。でも子供たちのね、集中してる目とかね、はい、驚いてる顔とか、はい、笑ってる時って本当に幸せになりません？幸せですね。最初に見始めた時の表情と、はい、終わった後の表情が、うん、
まるっきり違う別人のような表情になっているので、これを見るともうやっぱりやめれなくなりますよね。だからあなたのマジックは幸せ配達人みたいなところありますか。ありがとうございます。本当心がねほのぼのとしちゃう、はい、と思いますね。これがミスターマネのマジックでございます。さあさあ後半は、はい、あのラジオで、はい、マジックやるのはやりにくいと思いますが、僕は軽く実況を入れながら、はい、一つ見せてもらおうかな。ありがとうございます。クリスマスが近いんでね、はい、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。今20代30代の女性に急増している子宮頸がん、自分には関係ないと思わず定期的に検診に行きましょう。子宮頸がん予防啓発プロジェクトハロースマイル、ヒューマンコンシャスジャパン FM ネットワークです。お父さん見て見て、合格通知だよ。大学生になるんだよ私。天国から見守っててね。社会の優しさを交通維持たちに、交通維持育英会です。交通事故に負けない私は進学する。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。快適に暮らすためにはまず住まいの性能が高くなってはなりません。基本性能が備わった安心安全な家づくりで快適な暮らしをお約束します。自由設計スーパーシックスの家。ポスティングのホップでは天然還元水の白山名水好評販売中。この希少な天然の還元水をもっと多くの方に知ってもらいたい、健康という幸せと笑顔を伝えたい、そんな思いをホップは皆様にお届けします。体にいい水白山名水。さて今夜のムーマンは、ま、クリスマス直前ということですね。マジシャンのミスターマネさんに来ていただいて、さあいよいよここからラジオでマジックという、聞いてる人には本当失礼な感じかもしれませんが、僕はちょっと楽しませてもらいます。はい、足からずということでございますが、はい、それではいいですかね。よろしいですか。では今日はですね、はい、実況してもらいながらなので、はい、少しゆっくりめにやりますので、はい、よく見ててください。使うのはこれです。輪ゴムですね、はい、それが左手の手首に、はい、いろんな色ありますよね。何本かただ手首に本当にはまってるだけですね、はい、今日は黄色い輪ゴムと、はい、これですねピンクの輪ゴム使います。2色ね、はいはい、今から何か形を作っていきますので、はい、どんな形ができたかは、はい、想像で答えてもらってよろしいですか。はい、わかりました、はい、ではね、はい、いきますよ。2本の輪ゴム、テレレンテレレンテレレン。これなんとなく何に見えますか。あやとりみたいなこと言われました。星ですかね。はい、ありがとうございます。星に見えました。はい、これ実は第2ラウンドありまして。第2ラウンド、はい、第2ラウンドは大きい星の中に小さな星を作ります、はい、今たった2本しか輪ゴム使ってなくて、はい、この大きな星の中に小さな星が浮かぶというか出来上がるということですか。はい、2本の輪ゴムで。2本の輪ゴムで。それはちょっと信じられない、はい、では第2ラウンドいきます。第2ラウンドお願いします。てってってんてってん、はい、はい、いきますよ、はい。あ、すごい。わかりますか。わかります、わかります。ちょっと不思議。今ピンク色の星の中に黄色いお星様ができてます。はいはいはい、はい、でもここまではマジック何もしてませんので。あ、ちょっとあのあやとりの上手い人みたいになってますよね。そうですそうです。ここからマジックは何ですか。はい、ここからマジックいきます。あ、最後ですね、この黄色いお星様だけを取り出します。全部かかってますよ、ピンクの輪ゴムに、はい、かかってない場所は1箇所もないですよ。はい、すいません、お手伝いよろしいですか。あ、もちろん。じゃあこんな感じで、はい、待っててください。親指と人差し指だけを前に出しました、はい、僕突き出して、しっかり握っててください。え、繋がってる今、はい、今ですね、はい、今から1、2の3って言ったら、はい、話してもらっていいですか。あ、僕は話すんですね、はい、そうすると、星が出現しますので。うそ、本当です、本当です。いきますよ、はい、ではいきます、はい、1、2、3。あ、すごい星、あれ星がきわおすごい、ありがとうございます。クリスマスにぴったり、ぴったりでしょ、かわいい、はい、ね。あ、じゃあ
最初僕円形のね、はい、輪ゴムだと思ったんで、この黄色が、これもともと形状表記みたいので、そうですね、星型だったということですかね、はい、明日の朝ぐらいになったらまた元にこう戻っていたりこれいつもねマジックやるとあのプレゼントで差し上げてるんですよね。わー、かわいい、はい、大きさ的には、まあ、3センチぐらいの、ね、ぐらいですね、はい、輪ゴムで、それが星型になって、これ人にも見えるし、はい、ねえ、だから想像で答えてくれって複数の人にやると、はい、うん、星っていう人もいれば人でっていう人、はい、人でもあるかもしれない、ね、人っていう人もいます、たまに熊っていう人もいますもう想像豊かなんですよね皆さん、はい、それをちょっと熊った話ですね、はいはい、それでこちらも楽しんでる感じですかね。なるほどね、わかりました。いやー素晴らしかった、 ありがとうございます。本当にほのぼのしたあったかい気持ちになった。これはそんなに難しいマジックではないんですか。はい、これは手順さえ覚えれば誰でもできるマジックです。本当に、はい、じゃあ例えば家庭の中でね、はい、お父さんが覚えて、はい、クリスマスパーティーやるときに子供に見せたりするとこれ喜びません？はい、もうお父さんヒーローですよ、これどっかで教えてもらえるとこあるのかな。これはですね、まあ、僕に連絡もらえれば教えますけどもミスターマネージャー、わかりました、了解です。あと年末ですから、はい、結構お忙しいんじゃないですか、どうですか。そうですね、もう今週からですね、年末にかけてそうですね、かなりスケジュール入ってきてます。書き入れ時ですもんね、はい、わかりました。さあさあ、実はガラッと話が変わるんですが、はい、マジックとはまた違う世界でね、はい、合同会社整えという会社を、今年の8月、はい、夏に起こされまして、ご本人は代表社員、まあ普通の会社でいうと社長という方なんですが、はい、なんかこの会社自体が就活の会社、就活というと就職活動みたいじゃないですか。じゃないんですね。普通は大学生の就活で、はい、ちょっと教えてもらいました。この就活はですね、終わる活動って書くんですけども、はい、まあこの2文字だけ聞くとすごいなんか嫌な感じ思いますけども、うんうん、実は、いつかは自分がこの世からいなくなるっていうことを考えて活動していって、はいはい、いかに自分の家族にいろんなものを自分の思いを残していくかっていう活動ですね。つまり人生のエンディングに向かってのお手伝いをする、はい、これが就活、はい、でそのカウンセラーもなんか資格を取られたんですか。はい、なんでそういうことやってみようと、はい、これはですね、実は私23歳の時に、父親が亡くなりまして、早かったです。もう本当突然亡くなられたので、そのやっぱりね家族の思いっていうのが強いんですね。で今僕もその年齢にどん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 向かっていってるので、ふっと自分の父親とは違う最後を迎えて、いかにこう家族に良くしてやれるかっていうのを考えた時に、はい、この就活という言葉に出会いまして、はい、それからこれを今から始めるにあたってこれを情報発信していこうかと思って立ち上げたのが今の会社です。会社名もね、整理整頓の整理ですね、はい、これを整えるって言いますもんね、はい、そうですね、まあ、人生の終焉に向かって整えていくということですか、はいはい、素敵だな、ありがとうございます。でもですよ、もう一回ミスターマネー戻りますよ、はい、自衛隊ですよね、はい、建設業の現場主任、はい、マジシャン整えでしょ。整えです。これがマジックですわ。これがマジックです本当そうなんですよね。これがマジック、はい、あなたの人生のね、でも素晴らしい活動だと思うんでね、 ありがとうございます。頑張ってくださいね、はい、さあ、マジックにちょっとだけ話戻すと、はい、思い出のこうエピソードとかありますか。いろんなところでやられてますが。 あります、うん、実はこう今僕一生懸命こう喋れてるじゃないですか、はい、実はマジックを人前でやるまでですね、はい、全然喋れない子だったんですね。あ、そうですか。喋ることが苦手だった。喋るのが苦手、はい、人と触れ合うのも苦手、本当そういう子だったんですね、うん、でマジックをやりながら、はい、このマジックをまず最初にコミュニケーションツールとして使うわけですね。あ、道具として。喋れないからこれが自己表現ですね、うんうんうん、はい、でそれで皆さんが食いついてきたところでちょっとずつ喋り始めます。わ、これが最初の出始めです。今でもすごく喋れてるじゃないですか。今すごく喋れてる。ここで噛むなよここで噛むなよ。またもう一つマジック見せてくるな。はめてくるな、さすがだな。ありがとうございます。ミスターマネ、はい、それで人前でこう今度やるにあたって、やっぱり喋れないといけない、はい、そういうことはですね、心構え的に本当に何でしょう、人と喋ることによって自分の命がなくなることはないって毎日自分に言い聞かせたんですね。はい、やっぱり人と喋れないってな、対人恐怖症ですね。やっぱり恐怖感があるんですよね。喋ることっていうか触れ合うことにも恐怖感がある。これを打ち消すためにそういう思いを入れて、じゃあマジックでそういうものが、はい、
まさに消すことができたと考えれば、はい、そういう子どもたちたくさんいると思うんですね。世の中にこう、はい、人触れるのが苦手、マジックやったらいいですね。そうなんですよ。だから僕これを広めてって、少しでも簡単なマジックですね、はい、今のこう星のやつとかね、学校の成果に入ってもいいかも。そうですね、あの今ダンスとか成果になってるけど、はい、マジックどっちか選べますよみたいなことになってもいいかもしれませんね。そうですね。いやー、最後にいい話聞けました。ありがとうございます。本当に。そうかそうか。さあ、残り時間がなくなったんですが、今後の目標とか夢は何かありますか？今後の夢ですか、マジックはですね、実はまあ生きてるうちは一生何かの形で携わって生きていきたいと思ってますんで、これはもうやめることないです、それと同時に今から立ち上げたこの会社ですね、整えですね、こちらの方も精一杯頑張っていきますので、皆さん長い目で応援の方よろしくお願いいたします。わかりました。まあご家族もいらっしゃるんで、はい、あなた自身も素敵なクリスマスをお迎えください、はい、最後にがっちり握手させていただいて ありがとうございます。これはマジックないんだな。これないですめっちゃスーでしたけどね今ね、はい、ということで今夜のゲストはマジシャンの山根浩一さんでした。一旦 CM です。おかげさまで70周年、赤い羽共同募金はテレビや新聞のニュースで取り上げられない小さなことにも心を配って活動していきます。自分の街を良くする仕組み、赤い羽共同募金。住まいにも環境への配慮が求められる時代です。住宅性能表示制度の耐震や省エネ等級などを最高レベルでクリアした 2x6 の家、街に、そして環境に優しい家づくり。電話機、コピー複合機は？アーサーヒール版。LED 電光看板、防犯システムは？アーサーヒール版。え、あなたの会社にあるものって全部？アーサーヒール版。快適便利なビジネススタイルは？アーサーヒール版。頼れる会社。アーサーヒール版。安部プレゼンツザムーブマン、今回のゲストは光市在住のマジシャンミスターマネーこと山根浩二さんでした。さて次回は宇部市在住のフリーパーソナリティ平山麻衣子さんです。さあ毎月最終日曜日は以前ご出演いただいたゲストのその後を追いかけるムーマンザヒストリー、25日のムーマンをお聞き逃しなく。当日クリスマスですよ。聞くビジネステキスト、ヤスベプレゼンツザムーブマン。この番組は100人100食のハッピーに応える家作り、エルクホームズ、車を売るなら比べて絶対 C パーツ、楽しく役立つ情報誌地域情報新聞ホップ、山口から世界へニュースタイル、ニューバイク、電動バイクのツバメ E タイム、任せられる安心感、税務会計経営相続のアドバイザー光会計、コピー複合機 LED 電光看板でビジネスをサポート、アーサーヒール版、以上の提供でお送りしました。では来週も日曜午後6時30分にお会いしましょうね。25分間であなたの人生が変わるかもですよ。ザ・ムーンマン、お相手は安部こと大谷康彦でした。また来週のお楽しみです。